ショールームがあったら売り上げが上がる自信があるんですか？あります。根拠は特にないですけど、やっぱり見ていただいたら結構即決が多かったので。なるほど。ただ金額、国内の会社さんだと金額がほとんど合わない。それでも結構自分で言いたくはないんですけど安いんですね。まあ、安いですよ、はい。なんか内装業者さんと手を組むとかじゃダメなんですか？それでもいいと思います。内装デザイン会社が最近の最新の技術なんですよって、内装会社が売ればいいじゃないですか、この技術を。その内装業者さんも過去ちょっとこう、じゃあ売るよって言っていただいた方ももちろんいらっしゃって、ただその方も新規案件持ってきた方ってほぼほぼいなくてですね。いないんだ。でそれもやっぱ自分自身がいないと説明できないっていうのもあって、 あとは一番はそういう素人さんがパッと連れてきてお見せできる場所が必要だなって思って考えもありました。生で見せなきゃいけないって、その考えが固定されてることにアホだな。だっていくらでも見せる媒体が画面で感じれたのに、さっき僕らは。だってじゃあここにスクリーンなきゃ僕らすげえって思わなかったっすかね。多分皆さんがいろんな動画とかをご覧になられてるから。それが多分ステレオタイプなんじゃないんですかっていう。だからその場があるから売れます、はい、むしろ画面だと売れません、むしろその動画見てもらった方がええんちゃうみたいな。だって作るっつったって、例えばその先ほどのクラブのこんな、要は5メーターかけ3メーターみたいなスクリーン作れないじゃないですか、このテナントで。はい、はい、だってそれを直で見に行ったりとか、それがブワーンって流れてて、そのステージでめちゃめちゃ盛り上がってるっていう方が規模感としてはでかいんですよ。最初に見せてもらったなんか手からこうやって魔法陣が出るみたいな、いやまあそりゃなっていう話で、だそれは規模感としてちっちゃいですよね。だからインパクトは弱かったですけどね。あ、はい、よっぽどキャメロットの要は全部バーカウンターがもうクジラになってる方がうわーってきますよね。はい、そうですね。はい。そう、だから、その、ちっちゃい、はい。そうですね。確かに。そうですね。だから大口の顧客を取りたいんじゃないんですかって思うんですよ。顧客の相手ちゃうくないか、みたいな感じです。どうですかね。まあ、もちろん、その、今ある常設のところにお客様をお連れして、わっと驚かせるっていうのは、もちろん規模もあるんで、それはまあ当たり前の話でそうだとは思うんですが、ちょっと自分としてはメインは、最初にお見せしたあのステージ用の社幕のスクリーンのところですね。を、いかにこう、まあそれが今常設はないんですね。やっぱりどうしてもステージになってしまうんで、まあそれをじゃあ、こっちに作ってしまって、まあ来ていただいたお客様をワクワクさせて、まあメインはあのスクリーンの方をお見せして、っていうところですね。ちょっともしかしたら僕らのショールームのイメージがもしかしたら違うかもしれないなと思って、はい、家賃いくらぐらいでどういうサイズでどういうぐらいの天井の高さでっていう場所をイメージしてるんですか？60坪ぐらいを考えてまして、ね、うん、まあそれ天高は天高が3メートルは欲しいなっていうところですね。でも全面スクリーンぐらい、ぐらいの、おうおう、はい。で、結構広めにやっぱり、まあ、60坪あれば。お家賃は？家賃がですね、どれぐらいなんですかね。調べてきてもらえないとダメですよ、それは。いや、さすがに。だって2000万で何をどう。あれ、銀座でやるんですか？いやいや、違います。その場所も、京とか東京かで迷ってて。東京でしょうね。まあ、もちろん東京が第一規模なんですけど。ちょっと待ってください。60坪で、はい、天井3メートルで、で、まあまあ人が来やすい場所ですよね。はい、東京都内で。そうですね。物件取得費が300万円って書いてあるんですけど、無理っすね。商業用テナント、家賃の10ヶ月分とか取られるんですよ。60坪で、坪単価じゃあ2万円でラッキーで行けたとしていい場所が、無理くないですか ?1200 万。1440万。そうですね。そうですね。はい。今現状がちょっと私自身が300万ほどしかないのでっていうところがあって、この300万って、はい、ちょっともう一回聞きたいんですが、ええ、これは藤原さんの自己資金なんですか、それともその会社のお金なんですか？あ、違います。自己資金、私です。そうなんですね、はいはい、いやお願いしましょう。そうそうそう、何やってんすか。お願いできないんですか？まあ最初にちょっと入れてもらったんですね、資本金を。まあ、売り上げた、ちょっと立たなかったんで、ちょっと言いづらい。言いづらい。確かに。言いづらいからこっち来たんですか？成功するまで別途しなきゃいけない事業だと思うよ。うん。
収まる事業じゃないですよ、これ。絶対そうだよ。だって、下手したら空港とか水族館とか、超大きい、はいはい、大型レジャー施設に全部入れれるやつじゃないですか。そうです、はい。ショールームって別に入場無料で、はい、あ、もちろんです。宣伝用ですよね。もちろんです。そうすると毎月120万垂れ流すわけですよね。60坪、坪単2万だとして。それ以上の利益が出る仕事を、はい、取ってこれる、ある程度の打算がないと、すぐに倒産しますよ。だから、言いづらいことを俺らに言ってるっていうことで合ってる。そうですね。そうです。そうなんかい。まずじゃないですか。出資者だろ。勝手にやったら怒るんじゃないですか。でもあれ追加で出資受けるのは了承もらってるんですよね。そうですね。まず一つもう三等分のうちの一社の方とそうですね話して OK ってそっから。って感じです。それも一応 OK って間接的に聞いてる、はいはい、まあ日本そうですね、はい、これ多分このプランプレゼンしたらお前そんなこと言ってんじゃねえよって言われますよね多分ね。やることをちゃうくねショールーム出すのは賛成なんですかみんな。いやもう賛成です。それはあ賛成なんですか、はいはい。